ボストーク大隊ボストーク大隊は、チェチェン共和国に駐屯するロシア連邦軍第42自動車加速劇士団に配属された特殊任務大隊。ボストークの名称は、同大隊の担当地域にちなんでいる。ロシア連邦軍の系統としては、スペツナズに属し、ロシア連邦軍参謀本部情報総局の統制も、受けている。旧チェチェンイチケリア共和国国家親衛隊、第二大隊。 総員は800から1500人。隊員の多くはグデルメス出身で同志で大きな影響力を有する山田フ氏族の支持者である。山田フ氏族はチェチェン最大の部族の一つ、ベノイ部族に属し、アスラン・マスハドフ、あとにアフマドカデロフの有力な支持基盤だった。ボストーク大隊の前身は山田フ氏族の支持者が構成するチェチェンイチケリア、 共和国国家親衛隊第二大隊だった。同大隊は1994年11月から1996年8月の第一次チェチェン戦争時に編成された。1998年7月、第二大隊はグデルメス市においてアスランマスハドフ支持者とダゲスタンのイスラム過激派間で起こった衝突において重要な役割を果たした。 1999年11月、第二次チェチェン戦争時、クデルメス防衛を担当していたスリム山大夫指揮下の国家親衛隊第2大隊はアフマドカデロフに従い、ロシア連邦に投降した。投降後、彼らはロシア連邦軍の指揮下に入り、独立派と戦闘を展開した。2002年3月、山大夫氏属支持者から、 ロシア国防省山岳集団チェチェン共和国軍事警備司令部特使中隊が編成された。中隊長にはジャブライル山大夫が任命された。2003年3月、ジャブライルがテロ行為により死亡しスリム山大夫が中隊長となった。同年11月、中隊は第42自動車加速劇手段ボストをク大隊に改編された。2005年6月、 ボストーク大隊は、チェチェンダゲスタン国境のボロズティノフスカヤ村を襲撃し、現地住民1人が死亡し、11人が行方不明となった。この事件は、スキャンダルとして、ロシアのマスコミで報道され、検察当局が捜査を開始した。捜査の結果、中隊長の1人が、執行猶予付きの判決を受けた。ボストーク大隊は、グデルメス市に駐屯し、 チェチェン南部と南東部で活動している。2004年初め、同大隊は、外国人傭兵アブデルアジズアルイコールガムディを殺害した。グラの任務として、情報活動にも従事しており、イスラム教過激派に関する重要な情報源となっている。2008年の南オセチア紛争には、ボストーク大隊から二個中隊が投入された。大隊兵士は、 8月9日の津ンまリ解放、8月13日のゴリシ新軍に参加した。戦闘行動中の損害は負傷者2名だった。ありがとうございます。